小雨がぱらついています。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの13回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日は雨が降る中でのプレーボールとなりました。小宮山さん、ピッチャーにとってこの雨はどのような影響が考えられますか？まあそうですね、ボールが濡れるとちょっと滑るので、なかなかちょっとコントロールしづらくなるので、その辺のところの影響がどう出るかですね。そのあたりにも注目して見ていきましょう。まずはドラゴンズの先発笠原、マウンドに上がりました。今日勝てば5勝目になります。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。初球はボールになりました。変化球がインコースに決まります。チェンジアップ空振りです。ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは松永、昨日のゲームはホームラン2本を含む4安打を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。さあこの調子を維持していけるか。笠原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。取った、アウト、ツーアウト。バッターは注目のルーキーオマリー、昨日のゲームでホームランを含む猛打賞を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。ツーアウトランナー、打った、伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、ホームラン、先制ホームランです。タイガース、これで4試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターはバース、昨日のゲームではマルチアンダーを記録しています。チャンスで打ってましたよね。さあこの調子を維持していけるか。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。外外れてボール、ボール先行です。打ちました。ショート取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース先手を取るソロホームランが出ました。1対0タイガース先制です。2回に入ります。タイガースの攻撃、バッターは注目のルーキーアリアス。さて今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるかもしれません。ドラゴンズの先発は笠原、今日が7試合目の登板です。前回の登板は5回3分の2を投げて自責点3、白星を挙げています。ファウルになります。ここもファウルです。引っ張った、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは亀山、昨日は4安打を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。ヒットでランナーを1塁に置いています。外から入りました。低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。さあ勝負してくるのか。打ちました、ライトの前落ちる。ドラゴンズピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあドラゴンズ
得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。うん、そうですよね。まあ、そしてこのバッターの一発にはしっかり警戒した方がいいですね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。今の球危なかったですね。うん、そうですね。さあ改めて集中し、ダーッと当ててしまいました。デッドボール。うん、完全にすっぽ抜けです。バッターボックスは8番和田。ドラゴンズランナーを背負ってのピッチングが続きます。さあ追加点を許したくないこの場面です。ここは三振が取れれば理想的ですね。うん、そうですね。最初は変化球できました。バッターの和田、今シーズンの得点圏打率は5割8分7。センターへ、これは面白い当たりになった。取った。サードランナータッチアップ。これはどうだ。サードランナーがホームに帰ってきました。和田きっちりと犠牲フライを打ちました。ドラゴンズなおも2塁1塁のピンチ。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を許しています。もうちょっとコースを選んだ方が良かったんじゃないですかね。この犠牲フライで追加点を奪われています。さあバッターボックスには先発の高橋入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球は何で来るか。初球は打ち、初球からカットボールを投げてきましたね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。さあ3球目は何か。これで追い込みました。まあ、早めに追い込めたんで、まあ、外のストライクからボールになる変化球を引っ掛けさせ、引っ張った。これはどうだ。取った。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。最低限ランナーを進めてきましたね。まあ、そして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき新庄、打席に入っています。改めてお聞きします。バッターボックスの新庄、どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。そうですか。打ちました。この当たりはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。藤井が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース犠牲フライで1点を追加しています。2対0小宮山さん、早い段階で先制を許しているわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。まあ、そうですね、もうこれ以上点をやらないようにということで、ちょっと窮屈な感じになりますかね。なるほどね。この後どのように修正してくるんでしょうか。インサイドファールボールです。真ん中打ちました。これもファウル。まあ、次はボール球をどう使うかですね。なるほど。さあどう来るか。打ちました。セカンド取った。アウト。ここは送球。こちらが先ほどの配球になります。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。3対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターボックスは4番バース。ドラゴンズこの回追加点を許しています。初球ボール。さあ2球目は何か。外に決まりました。ファウルになります。これが4球目。低めは外れました。打ちました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。阿部が掴んで2アウト。バッターボックスは5番アリアス。
まあ、前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方は工夫したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒し、打ちました、痛烈な打球、レフトが追いかける、ぐんぐん入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした。強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。4対0、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックスには6番亀山。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。打った、これも行ったか、ライトが下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。5対0。いやー、これは失投でしたね。そうですね。結局ライナーでスタンドまで運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックスは7番木戸。先ほどの打席はデッドボールでした。初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。真ん中打ちました。キャッチャーが構えます。掴んで3アウト。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。5対0、タイガースのリード広がっています。回は4回の表に入っています。タイガースの攻撃、8番バッター和田、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。真ん中打ちました。ファウルゾーン切れそうです。切れていきます。ファウル。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。引っ張った、大きな打球になった、レフト下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。その際一気に6点と突き放されました。次はピッチャーの打順ですが、先発の高橋打席に入ります。ここはきっちりとアウトを取らないといけませんね。そうですね。引っ張った、セカンド取る、アウト、ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど。打ちました、大きな打球になった、これはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃、二塁へ送球する、これで5試合連続安打、ワンアウトランナー一塁です。2番バッター松永、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。緩いボールで来ました。インサイド落ちました、切りました、ファウルボールです。チェンジアップ外れました。スタンド一直線、文句な、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで8試合連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。7対0。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんで、ボール球でも良かったと思いますね。はい、バッターボックスには3番オマリー。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、8対0。
ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスバース、初球ボール、ファウルになります。次が3球目、ファウルです。打った、阿部掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。8対0タイガースのリード広がっています。これから5回タイガースの攻撃です。小宮山さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか？そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから大事になってきますね。そうですよね。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸び入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。9対0、ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。6番バッター亀山、先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、初球空振りです。次が2球目、これはバットが泳ぎます。ノーボールツーストライク、打ち上げた、3球目打っていきましたがワンアウトとなっています。バッターボックス木戸、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトになっています。初球空振りです。インコースへ大きく外れます。真ん中へ、ワンボールツーストライク、打ちました。これは大きい、伸びていく、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。初球ボール球です。2球目は何で来るか、外低めに変化球が決まります。大きく外れてボールになります。さあ4球目は何か、大きく外れてボールです。打った、大きな打球になった、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。センターオーバー、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁二塁。さあ打席には先発の高橋入っています。勝ち星もかかってますから当然続投でしょうね。そうですね。打ちました、いい当たり、弾き返した打球はセンターへ、ホームに送球、タッチアップ、サードランナースタートを切る、タッチアップできません。打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。バッターボックスの新庄、今シーズン得点圏での打率は5割7分2厘となっています。インサイド落ちました、強い打球、このフライは切れそうだ、切れました、ファールボール。次が4球目、打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、レフトをバックする、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これがチーム9本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。2番バッター松永、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、打った、高く上がった、頭上ぐんぐん突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、13対0、ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。3番バッターオマリー、先ほどの打席でソロホームランを放っています。
思ったより伸びていきましたよね。はい、今日はバッティング絶好調、3打席連続ホームランが続いています。いや、小宮山さん、本当に怖いバッターですよね。まあ、無理に勝負はしなくていいんじゃないでしょうかね。さあ、勝負してくるのか。落ちる球できました。空振りになります。フルカウントです。打ちました。6球目打っていきましたが取りました、アウト。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。ゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、バッターは4番バース。今日はまだ当たりがありません。ドラゴンズ厳しい展開で6回を迎えています。打ちました。これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている。右中間深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達。これで30試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。ピッチャーの状態なんですが、バッターボックスアリアス、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ヒットでランナーを2塁に置いています。今日はバッティング絶好、打ちました。ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、14対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは6番亀山、ファウルになります。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど。さあ、インコース詰まりました。この打球はフライになっています。掘ってワンアウトです。バッターは7番木戸。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。切れていきます、ファウル。よく見ましたね。4球目は何で来るか。またファウル。引っ張った、取った、二塁は無理、一塁送球、アウト、ツーアウト。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、どうでしょうか。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の福谷。さあ、マウンドに上がったのは福谷、今シーズン3試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。まずはボールから入りました。これが2球目、2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁を回った。これはどうだ、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、15対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターは今日の先発ピッチャー高橋。まず何を投げてくるか。初球大きく外れています。牽制、ランナー挟まれた。セカンド送球、二塁タッチはアウト。しかしこの回タイガース2点を追加しています。先発の高橋バッターボックスに入ります。完封を狙うでしょうから代打はないでしょうね。そうですね。はい、初球空振りです。真ん中へ入れてきました。あっという間に2ストライクです。大きく外れてボールです。打ち上げました。構えます。4球目打っていきましたが、ファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。空振り、いいコースだったんですけどね。はい、低めわずかに外れてボール。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー1塁となりました。さあ、バッターは松永。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあ、この点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ、
セカンドランナータッチアップ。バッターボックスは3番オマリー。今日は3本のホームランを放っています。2アウトランナー3塁です。際どいコースですが外れました。ワンボールです。2球目打ちました。ここは打ち上げています。セカンドが構えます。阿部が掴んで3アウトです。タイガースサードランナー残塁に終わっています。15対0、タイガース大量リードしています。さあこれから8回タイガースの攻撃です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、初球安易にストライクを取りに行くとやられますね。初球打ちがうまいバッターですからね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、バッターは5番アリアス。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられません。打ちました。打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸びてスタンドも越えていった。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。いやー、これは失投でしたね。そうですね、バッターボックス亀山。初球は何から入ってくるか。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。初球打ち、ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。センター前、はい、バッターボックスは8番和田。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。2球目打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリー。バッターボックスには代打の糸井。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。さてバッターの糸井、どういったタイプのバッターでしょうか。非常に厄介なバッターですよ。大きいのも打てて難しいボールにも対応してきますし、さらに選球眼と足もありますからね。ああそうですか。3球目は何で来るか。ボールになります。これが4球目。高めへのストライク。さあ追い込みました。空振り。ここはランナーを変えさせません。ワンアウトランナー二塁と変わります。切りました。ファールボールです。サード取った、一塁へ。ツーアウトになりました。バッターボックスは2番松永。今日は2本のホームランを放っています。前の打席あわやというような大きい当たり。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは、さあマウンドを任されたのは伊藤。今シーズン17試合目の登板です。昨日のゲームでは4イニングを投げて走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功です。まあ得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。なるほど、
バッターのオマリー、今シーズンの得点圏打率は6割。3球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。バックホームする。これで8試合連続安打。2アウトランナー3塁1塁。さあまず1球目打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。ライト下がって、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これが通算100号のメモリアルアーチ。ドラゴンズ追加点を許します。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。ここでプレーを中断しまして花束が授与されます。いやー赤星さん、素晴らしいホームランでしたね。そうですね、ここまでいろんなことがあったはずですから喜びも大きいでしょうね。はい、これも日々の練習経験の積み重ねということなんでしょう。これも初球打ち。阿部抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。これから9回タイガースの攻撃です。これから9回、点差が大きく開いたリードの場面でタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の真由美。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球は際どいところに来ました。ストライクです。154キロがいきなり出ました。真ん中打ちました。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打席には7番バッター木戸。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ワンアウトランナーありません。打ちました。これはどうだ。取りました。アウト、ツーアウト。バッターボックス和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。打ちました。いい当たりだ。レフトを打つ、センターを入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、バッターボックスには代打の八木。初球ストライク。低め外れました。真ん中決まった。ワンボールツーストライクです。打った、これもいったか。左中間に強い打球入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、打順はトップに帰って新庄。今日は盗塁が一つあります。これが1球目。初球打ち、高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。いやー、これは失投でしたね。そうですね、バッターボックス松永、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやー、さっきはやられてしまいましたよね。はい、最初は変化球できました。さあ2球目は何か。打ちました。これもいったか。レフトが追い入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと4者連続のホームラン。低めのボール、しっ
かり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。ドラゴンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスオマリー、前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。引っ張った、飛びついて掴んだ、アウト。スタンドのファンも沸いています。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。
照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの14回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで来るとどこまで連勝記録が伸びるのか楽しみですよね。いや本当に強いですね。まあよく投打が噛み合ってますね。そうですよね。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発のアチラ。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。この新庄、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。初球ボール、これが3球目。打ちました。痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入れば先制、そのままスタンドに入りました。先制ホームランです。タイガース初回にいきなり飛び出しましたソロホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。タイガース1点を先制しました。1対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。出鼻をくじくホームラン、いきなり飛び出しました。バッターは注目のルーキー亀山。昨日のゲームはホームランを含む猛打賞を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。さあこの調子を維持していけるか。タイガース見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。セカンドの右抜ける、ノーアウトランナー一塁です。バッターは八木。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあここも期待がかかります。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。まあここまで来たらバッターだけに集中した方がいいかもしれませんね。さあチャンスになりましたよね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。はい、全くその通りですよね。アウトコース外れます。バッターボックスの八木、今シーズン得点圏での打率は5割3。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる、センターセカンドランナースタートを切る、三塁はセーフ。さあそして打席にはオマリー入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですよね。まあここはクリーンアップですから、最低でも犠牲フライという感じでしょうね。はい、インサイド落ちました、ファウルになります。赤星さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんでしょうか。打ち方、打った、ライトに強い打球、ライト下がっていく、下がっていく、ライトが追いかけますが頭を越えました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。立ち上がりをきっちりと攻め込んでいます。ここで畳みかけたいですね。まあそして彼はチャンスに強いバッターなんでね、非常に期待が持てると思いますね。その期待に応えてほしいアリアス、バッターボックスです。初球打ち、ファールグラウンドで掴んで2アウトです。さあそしてバッターボックスには真由美入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。
これがチーム2本目のホームラン。初球でした。強引に引っ張ったあたりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース4対0。ここ一番の集中力が光ります。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。ナイスバッティングですね。初回から打線絶好調、しっかりとつながっています。バッターは注目のルーキー木戸。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。引っ張った、サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランが飛び出しました。1回終わりました。4対0、タイガース先制です。さあバッターは和田。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。これが初球、真ん中打ちました。ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発のプロプターバッターボックスです。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。真ん中打ちました、切れていきます、ファウル。次が2球目、2球目打ちました。これはショートライナー。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。真ん中へ、ノーボール2ストライクです。ボールになります。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ここもファウルです。これもファウル。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。西さん、立ち上がりを攻めてリードを奪っているわけですが、もう一押しして展開としては良くしていきたいですよね。いやまだまだ、もっともっと攻撃しなきゃダメですよ。なるほど。ファウルになります。インコースを厳しく攻めます。またファウル。ここは釣り球は振らないように注意したいですね。なるほど、そうですか。打ちました。ライトバックバックバックする、ライト深いところ破っていきました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。そしてこれが今シーズン50本目のツーベースヒットということになりました。さあそして打席には八木入ります。さあ追加点の欲しい場面。リードしてますが、取れる時に取っておきたいですよね。まだ安全圏ではないですからね。なるほど、そうですよね。緩い変化球、まずは見送ります。引っ張った、福田。一塁送球、アウト、ワンアウト。さあそしてバッターボックスにはオマリー入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうか。打ちました、いい打球だ。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。センター見送った、ツーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン、追加点が入りました。タイガース6対3になりました。らしいホームランを見せてくれました。その差を3点と開いています。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。この序盤戦、徐々にリードを開いていきます。打席には5番バッター、アリアス。タイガースホームランで追加点を挙げています。初球ボール、2球目は何で来るか。ファウルになります。
空振りになります。ワンボールツーストライク。打った、この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。これで7試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。バッターは6番真由美、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。一塁牽制セーフ。さあ4球目は何か、打ちました。あちら二塁送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。これから4回の裏タイガースの、さあマウンドに上がったのは福谷、今シーズン4試合目の登板です。このゲームもマウンドに登ってきました。さあ赤星さん、ここでリリーフを送ってきました。そうですね、まあここはじっくり攻めていけばいいと思いますけどね。なるほど。さあここから点差を広げていけるか。ストライクになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。低めは外れました。打ちました。強打が抑えています。ワンアウト。打席には8番バッター和田、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトランナーなし。高めの変化球から入りました。この球は外れています。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。次が4球目。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。掴んでツーアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発のフロクター打席に入ります。ピッチャーでも打席に立つ以上は打ってやろうという気持ちでバットを出していって、初球打ち、この打球はフライになっています。ショートが落下点に入ります。強打が抑えて3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。西さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。まあ打線の流れとしては非常にいいですね。つながりも良くなっていると思いますね。確かにその通り。打ちました。強打アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。打順は2番亀山、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。打ちました。痛烈、切れました。ファールボール。ここもファールです。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは3番八木、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、この回の先頭バッター新庄、初回先頭打者ホームラン、タイガースこの一発で先手を取ります。さらに続きます。ワンアウト三塁の場面、4番バッターオマリー、ライトへのタイムリーヒット、タイガース1点を追加します。続く攻撃、ツーアウトで2塁にランナーを置いて6番真由美、その初球でした。タイガース2点を追加します。3回の裏、得点圏にランナーを置いて迎えるは4番オマリー、初球から狙っていました。タイガース2点を追加します。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。
センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席にはアリアス入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですよね。スライダー外れてボール。バッターのアリアス、今シーズンの得点圏打率は5割4分5厘となっています。いやすごい数字ですね。まあクリーン左中間へ持っていった、大きな打球だ。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点7対4、これでリードは3点となりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。さあそしてバッターボックスには真由美入っています。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。際どかったですよね。アウトコースストレート、際どいところを見極めます。打ったレフトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、8対4、タイガース4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。ここでの追加点は願ってもないことでしょう。打順は7番木戸。タイガースこの回2点を入れています。さあ4点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。打ちました、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、9対4、タイガースリードを5点に広げています。打順は8番和田。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。打ちました、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、10対4、タイガースリードを6点。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手、はい、バッターボックスには代打の糸井。ここでリードを広げたいですね。一塁牽制、一塁はセーフ。さあ初球は何か、ファーストランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。打ちました、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6連打、ワンアウトランナー二塁となりました。甘いコースでしたが見送っています。これが2球目。よく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。この球は外れました。これで3ボール。打った、センターに強い打球、センターバック、センターバックする、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、11対4、タイガースリードを7点に広げています。バッターボックスには2番亀山。今日は盗塁を1つ成功させています。打った、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライトオーバーのヒットになりました。